最新の講義が最良の講義、加藤ゼミナール入門講座担当、高野康弘です。今日はですね、司法試験、予備試験、論文試験は正解があって正解がないっていうですね、まあそういう話をしてみたいというふうに思います。例えば、いわゆるそのマークシート型の、担当式試験ですね。まあ、多子選択型って言ったらいいんですかね。まあ、そういう、こう、マークシートの多子選択型の問題に関しては、まあ、例えば、一個一個の足についてですね、これ、請求ができる、丸か×かとかね。まあ、詐欺罪が成立する、丸か×かとかね。まあ、割と、こう、その、足ごとにですね、まあ、明確な、丸か×かっていうね、まあ、正解か不正解かっていう、まあ、それがこう、はっきりしている、そういう答えがあるということになります。ですけども、論文試験ということになりますと、やっぱりそのね、答案を書く人によって、同じようなことを言っていても、まあ、例えばそのね、言い回しが微妙にね、間違っていくとか、あるいは場合によったらね、結論同じでもね、まあ、そこにたどり着くための、まあ、理論構成が間違ったりということで、いわゆるその担当式試験というかね、マークシートの試験のように、明快にね、こう、正解か不正解かっていうのが、ちょっとなかなか判断しにくいところがあるんですよね。じゃあその論文試験には、まあ、そういういわゆるこれが正解であって、まあ、これが正解でないんだみたいなね、まあ、そういう区別ってのがあるんだろうかっていうことなんですけども、まあ、それがまさに今日のタイトルなんですが、いや論文試験でも、まあ、実はその正解ってものはありますよと。しかし一方で論文試験は正解がないというふうに言えることもあるわけなんですね。じゃあその一見ね、こう矛盾するようなことは一体何なんだってことになっていくんですけども、例えば、まあ、一つ例を挙げると、民法の例を挙げてですね、お話しますが、例えば A さんと B さんとの間で、まあ、いろいろ事実関係があってですね、まあ、最終的に問題文でですね、A は、まあ、この場合にね、A はこの B に対して土地の明け渡し請求ができるかっていうのが、いわゆる問いだとします。で、これに対して、まあ、最終的な結論としてはですね、A は B に対して土地の明け渡し請求ができるっていう結論の場合もあれば、まあ、実は A は B に対して土地の明け渡し請求ができないっていうね、まあ、そういう結論、つまりできるかできないかといったら、まあ、そのできるって結論およびできないっていう結論があるんですが、論文試験では最終的な結論はそのどっちでもいい場合が結構あります。結論、その例えば請求できるにしなければ絶対に、丸にならないとか、ね、あるいは×になるとかっていうですね、そういうことではなくて、司法試験の場合には最終的な結論は実はどっちでもいいという場合があります、ね、だからその意味では請求ができるっていうのも一つの答えだし、できないっていうのも一つの答えになるので、そういった意味では正解はまあないではないかなっていう感じですよね。担当試験の場合にはね、事例が挙げられていて、この場合 A の B に対する土地明け渡し請求ができるか、できる丸か×かって言われたら、それはもう明確にね、丸か×かのどっちかっていうことになっていくわけですけども、論文試験では実はどちらでもいい場合がある。そういった意味では必ずしも論文試験明確な正解があるわけではないってことになるわけね。ただ答案の最後が次のようなことになると、これは実は不正解になってきます。つまり A は B に対して土地の明け渡し請求ができるかっていう問題なのに対して、例えばね、これ意外とあるんだけども、従って A はその土地所有権を有しない以上とかね、あるいは AB 間の契約は無効である以上というような形でですね、まあ、あくまでもその問われているのは土地の明け渡し請求ができるかできないかって話なんだけども、そこをちょっと忘れてしまってですね、A にじゃあ所有権があるんだろうかとかね、あるいは AB 間の契約は有効なのか無効なのかって、なんかそこの話に入っていって、それでなんかこう答案が終わってしまうっていうですね、そういうことも実は結構あるんです。で、これはね、やっぱり明らかにまあ、間違いというか、要するに問いに答えてないってことになるので、これでは点数がつかないわけですね。だから問いに答えるという意味においては、ちゃんと答えてないと正解にはならないということになる。まあ、それは不正解というか、まあ、間違いってことになるわけね。ただ問いに答える中で請求ができるかできないかという結論については、まあ、実は問題によってですけど、これはどっちでもいい場合があるよってことになっていくわけなんですね。ですから、まあ、まず問いに答えるっていう点ではね、正解があるよ。
だけども結論がどっちなのかについては必ずしも正解があるわけではないっていうことなんです。で、じゃあ一体試験は何が見られてるかってことになるんですけども、重要なのはどっちの結論に至るにしてもその理論構成なんですね、その筋道です。ここをが問われているということになります。つまり結論がいずれでもその解決の筋道に矛盾がなくってね、まあ、いわゆるこの守備一貫ってやつですよね。一本の管のようにねスーッと理屈がね、まあ、通っていると。で、そういう答案はいわゆるこれは正解ということになっていくわけなんですね。ところが守備一貫しないで論理的な矛盾が生じちゃっている、ね、いやこれ前に言っていたことと、後で言ってること、ね、この理屈がこれ矛盾してるじゃないか、繋がらないじゃないかっていうことになると、これは、まあ、不正解というか誤り、つまりその合格点がもらえないということになる。ただこの、矛盾っていうかその守備一貫していない部分っていうのは、まあ多少これ程度問題がありますから、まあ、若干ねちょっとずれていても大きくずれていなければ、まあ、許容範囲ということでね合格点がつくこともありますけども、まあ、とりあえず基本的にはねやっぱりこの守備一貫していない途中で理屈がこれ、ねじ曲がってるというかね矛盾しているようなものについてはね、これはさすがに答案合格点はつかないと、まあ、誤ってるということになるわけですね。ですから論文試験においてはね、この守備一貫させることですね、これが、まあ、結局ポイント最重要ということになっていくよということなんですね。まあ、ですから、まあ、答案などを、まあ、過去問などをね検討して答案などを書いていただく、まあ、ないしは答案構成なんかしていただくかとは思うんだけども、でその時にはですね矛盾をしていないかどうかっていうところですね、ここをしっかりチェックしていただくということです。守備一貫しているかどうかですね。で結論は、まあ、正直どっちでもいいというところがあります。ただもちろんこの結論どっちでもいいというのはそういうふうに言えることもあるのであって、あまりにもそれが非常識な結論になってしまって、誰もそんなこと言ってないよ、やっぱりこの結論どう考えてもやっぱりちょっとおかしいでしょうっていうことになっちゃうと、またこれ話は別ですけども、まあ正直あまり極端にそういう問題はないと思うので、基本的には結論どっちでも OK ですよ。重要なのはその結論に至るまでの道筋に矛盾がないかどうかっていうことなんですね。まあそういったところをね注意していただく。ただ意外と最初に言った通り問いに答えてない答案っていうのも結構多いですからね、しっかりと問題文の文末と自分の答案の文末ですね、これが対応しているかどうかちゃんとチェックをするようにしていただければというふうに思います。ということでね、まあ論文試験は正解があって正解がないよっていうですね、まあ、そういう話をさせていただきました。また何かテーマ見つけてお話をしたいなというふうに思います。それではね勉強の方頑張ってください。